マリー・フランソワ・サディ・カルノーは、フランスの政治家、ニコラ・レオナール・サディ・カルノーの甥、い、第五代大統領を、在職中に暗殺された、政治家、ラザールイ・イポリット・カルノーの息子として生まれた、エコール・ポリテクニークと、国立土木学校で、技術者教育を受け、官僚となった。1871年にセーヌ・アンフェリュール県知事となり、間もなく、国民議会議員となった。 1880年には、公共事業大臣となった。1887年の選挙で、対立候補のジュール・フェリーに勝利して、大統領に選ばれた。就任早々、政界を侵犯させた、ブーランジェ将軍事件を乗り切った。その後在職中には、フランス革命100年祭、パリ万国博などの祝願行事があったが、1892年には、また政治スキャンダル、 パナマ事件が持ち上がり、アナーキストによるテロも激化した。1894年6月24日、リオンで演説後に、イタリア人アナーキスト、サンテジェロにもカゼリオに刺され、翌6月25日に死亡した。パリのパンテオンに埋葬されている。ありがとうございます。